それにしてもランタナの花無事に手に入ってよかったね。極夜の錬金刀が現れた時はどうなるかと思ったけどね。あの人たちは異邦人じゃないのよね。ってことはここ以外にもアトリエがあるってこと？そうだと思うが詳しくはわからない。ただ一つ言えるのはまたどこかで衝突することがあるかもしれないってことだ。そうなったら今度こそは錬金術を正しく使うように解かないと。頑張れデスナちゃん。さて私はこれからどうしよっかな。結局キースさんも見つからなかったし。ああ、どうしたんですか。はっ、山で会った錬金術師の人。なぜあの人が。いや、そうか、彼もまた異邦人ということか。キースさん、探したんだからね。あの、この間はどうも。また会えて嬉しいです。ここは君のアトリエか。いえ、私の師匠ザスキアという錬金術師のアトリエです。私はまだ見習いなので。でも今は見習い卒業のための課題の最中なんです。課題？そういえば君のノートに書かれていたな。なるほど、あの白い花がそうか。はい、あの花は洞窟の奥深くに生えているもので。それは知っている、俺も実際に目にしたからな。え、じゃあキースグリフさんも洞窟に。やっぱりそうだったんだ。もうキースさんも一緒だったらよかったのに。ま、最低限の調査能力はあるようだな。ありがとうございます。あの、これからイズコへ。具体的な目的地は定めていない。まずは各地を巡り世界の全貌を把握するところからだ。いずれこの世界にある不確実な事象を明らかにするためにな。不確実な事象？例えば、この世界の錬金術はどのように生まれ育ちそして消えていったのか。この世界の歴史書にも目を通してみたが、曖昧な記述があまりに多い。なるほど、キースグリフさんのお言葉ためになります。失礼する。調べることは山ほどあるのでな。まあちょっと置いていかないで。あ、ですな、課題頑張ってね。私も応援してるから。はい、いろいろとありがとうございました。二人ともお気をつけて。それじゃあ私たちも準備して出発しよう。次はランタナの貝を探しに。おう！なんとかランタナの花は納品したけど大変な仕事だったね。まあ報酬は手に入ったし楽しかったからいいかな。フロッケのご飯にも期待ね。うん、私も期待してる。ん？アーシャさん、念のためにもう一度見てもらってもいいですか？うん、問題なさそう。それじゃあ私は資材の確認に。二人とも。あ、バレリアさん、ハイディさんもお帰りなさい。なんかいつにも増して忙しそうね。実は作ってるものがあっていろいろ準備してるんです。
そうなんですよ。素材を調合したり、いろいろ。調合って、なんだか錬金術師みたいね。え？あ、言ってませんでしたっけ？私とアーシャさん、錬金術師ですよ。そうだったんだ。こんな身近にもいたとは。実は私たちも出先で錬金術師に会ったのよ。今まで知らなかったんだけど、錬金術ってすごいのね。はい、うまく使えばとっても便利なんです。ま、そういうことなら私らの出る幕はなさそうだね。そうね、細かい作業とかはちょっと苦手。壊すのは得意分野なんだけど。いえ、お気持ちだけで十分嬉しいです。それじゃあ私たちは失礼しますね。依頼は達成したようだな。カラス、何の御用でしょうか。お前たちの実力を会長が認められた。よって次の依頼だ。依頼をカラス直々に。これはより上位の依頼を受けるための試験となる。会の期待を裏切る。相変わらずすごい威圧感。ハイディ、依頼の内容は？ヴァレリア、これ何これ。錬金術師レスナの討伐。どうしてあの子が。人間が相手の討伐依頼なんてあるもんなの。少なくとも私は見たことない。裏でそういうことをしてるって噂はなくはなかったけど。カラスが言ってたわよね、より上位の依頼を受けるための試験だって。つまりそういうことをする覚悟があるかどうかが試されてるってことだね。でもそんなのって。こうやって依頼が出されてるってことは標的にされた理由があるはず。何か悪事を働いて人の恨みを買ったとか。絶対そんなことをする子じゃないわよ、レスナは。それは私も同意。何かの間違いだって思いたい。ねえ、こんな依頼本当に受けちゃってよかったの？仕方ないでしょ。この依頼が他のやつに回ったりしたら、それこそあの子が危ない。そっか、私たちが依頼を持ってる限りレスナは安全なのね。ただもし依頼を無視するようなことをすればカラスが黙ってない。そうなったら結局おしまいだ。これ相当まずいわよね。どうする、ハイディ。レスナに会って身を隠す余裕。おお、落ち着きなって相棒。揺らすな揺らすな。ああごめん。レスナに逃げられましたなんて報告したんじゃこっちの身も危ないし、あの子も狙われたままだ。じゃあどうすれば。ここは私に考えがある。まずは依頼主に接触してみよう。そんでこの依頼が出た経緯を聞いてみるの。その中身によっちゃうまく説得すれば依頼を取り下げてもらうことだってできるかもしれない。なるほど、いい考えね。さすがハイディ。決まりだね。じゃあ早速調査開始だ。ただし目立たず慎重にね。行き先はと。ああ、錬金術師絡みの噂？そう、なんてならこの界隈にも詳しいでしょ。ここ最近何か騒ぎとかなかった？錬金術師ね。お、
そういや確か。何かあったの？ダメだ、思い出せねえ。期待させないでよ。もうなんか思い出したら教えてよ。また来るからさ。うん。仕事はもう終わったの？はい、なんとか。お二人は？まあ一応仕事中かしら。バレリアさんが街の中でお仕事なんて珍しいですね。どんなお仕事なんですか？ちょっとそれは言えないかも。あの、何かフロッケに手伝えることがあれば。大丈夫、フロッケは家に帰ってて。遅くなるかもしれないから先にご飯食べててよ。わかりました。気をつけて帰ってきてくださいね。ええ、じゃあね。こんな依頼の内容間違ってもフロッケには言えないわよね。できるだけ急いで型をつけなきゃだね。二人ともちょっといい？どうも。何かご用ですか？錬金術師って人から依頼を受けたりすることもある？はい、あります。何かを作ってほしいとか探してきてほしいとか。最近依頼主と錬金術師の間でいざこざがあったなんて話は聞いてない？もしくはこんな仕事困るって愚痴ってた人がいたとか、些細なことでもいいんだけど。私は特には聞いてないかも。トトイちゃんは？私も特には何かあったんですか？あ、いやいや、ごめんごめん、忙しい時に変なことを聞いちゃってさ。ささ、二人は仕事の続きをどうぞ。私たち、もう行くからさ。そうですか。じゃあまた。おお、二人とも。さっきの話だがな。なんか思い出した？騒ぎってほどじゃねえが。この間、飲み屋で管巻いてた奴がいたぜ。錬金術師に仕事を邪魔されたとかなんとか。ハイディ、分かってるよ相棒、これは当たりかも。ランツ、その店の場所を覚えてる？それは覚えちゃいるが。なんだ、いつもと違って穏やかじゃねえな。一体何を調べてんだお前ら？ちょっとね、依頼の一環で。ということで詳細は明かせません。あ、でも店の場所は教えてね。おい、そういうノリで俺はごまかされねえぞ。その依頼ヤバいんじゃねえのか？間違ったことをしているつもりはないわ。ただ友達が心配なのよ。お前、わかった。店はあそこだ。行くなら気ぃつけろよ。
常識なんてネズミの餌にしている連中ばっかだぜ。ありがとう、ランツェ。ハイディ、急ごう。あいつの口から友達なんて言葉が出てくるとはな。初めて会った頃は食い物と戦いにしか興味がねえようなやつに見えたが、変わりやがって。俺だってなあ、バーバラよ。見習い錬金術師の卒業課題ね。そっか、頑張れ、レスナ。ありがとうございます、ライザ先輩。それで今度は海辺の方まで行くので、一緒にこなせそうな依頼があればと思いまして。仕事熱心だな。せっかく海に行くなら、ゆっくり羽を伸ばしてきたら。そういえば二人とも海には行ったことあるのかい？うん、初めて。じゃあなおさら目いっぱい楽しんできたらいいよ。海は楽しいよ、いろいろと。そんなにですか？うん。それじゃあ先輩が海の楽しみ方を伝授してあげよう。ああ、そういえば課題で行った先で冒険者の方と会ったんです。ランタナの花の納品依頼を受けたそうなんですけど、もしかして顔見知りだったりしますか？バレリアとハイリーっていう女の人の二人組だよ。二人組、覚えてないな。お世話になったので、オートに戻ったらご挨拶をと思っていたんですけど。ちょっと調べてみるね。やっぱり記録にはないね。うちではそんな依頼出してないよ。そうですか。じゃあどこで依頼受けたんだろうね。このカフェみたいな場所って他にもあるの？王国公認で活動しているのはここだけだよ。だが非公認の組織ならないことはない。それって極夜の錬金刀みたいな人たちがオートにもいるってことですか？あそこまで過激なものではないと思う。何か問題を起こさない限りは国も黙認するだろうしね。ただ国の監視が行き届かないところで悪事を働いているという可能性もある。例えば月影の会という組織では、表に出せない非合法の依頼を受け負うという噂があってね。ロマンさん、詳しいですね。そうでもないさ。長いことオートにいると、こういう話は自然と耳に入ってくるものだからね。あの二人、そんな悪い人たちには見えなかったけどな。二人ともすごく優しかった。でもちょっと心配だな。まあ、もし何か分かったら教えてあげるよ。みんなは海楽しんでおいで。はい、それじゃあ行ってきますね。なのかな。この海原の先に我らの夢見る果ての大陸が存在するのかもしれないね。果ての大陸がこの先に。レスナちゃん、ほら見て。なーに、イザナちゃん。それ。おお、冷たい。よー、私も。わあ、しょっぱい。
私も幼い頃に初めて海を見た時には君たちのようにはしゃいだものだったな。あ、私たち子供っぽかったですよね。早く一人前になりたいのに恥ずかしいな。いや、それでいいんだ同志レスナ。時には足を止めて思い切り羽を伸ばさないと大切なものを見落としてしまうだろうしね。ロマン君、意外と詩人だね。詩もできるし歌も歌える、そんな男ロマンさ。でも厳しいお目付け役だけは勘弁だ。ありがとうございますロマンさん。それにランタナの貝が取れる場所はまだ先の方にあるんだろう。あ、はい、ここから海沿いに進んでいったところです。ならそこに着くまではもう少しのんびりしてもいいんじゃないかな。そうですね。うん、せっかくライザ先輩からいろいろ教えていただきましたし、思いっきり海を楽しみたいと思います。